怖い。うわ、もうちょっと暗くなってきてるもんな。そう。どんな田舎にいてもバンギャは絶対1時間以内に来る説。イエイ。見なさい、来なさい、暴れなさい。緑川優です。川村智之です。久保田正史です。というわけで登録者が11万6千人ということで、もう今ここにいるから来てって言ったら、どんな場所でも、もうどんな田舎でも1時間以内に絶対ファンは来てくれるっていうのをちょ今日検証していこうと思ってるんですけど、まあ、今新宿にいるんですけど、まあ、どんどん田舎になっていきますと、でまあ今から写真を撮ってここにいるから来てくださいと、そういうつぶやきをして何分後にファンが来るか検証していきたいと思います。もう後ろにいるけど、まあ、一応なんかツイートを見て来た人がいいですね。はいはいはい、はい、なんかこう今みたいに通り過ぎて、あ、知ってますわ、あ、緑かみたいな、そう、それはダメだと思う。ダメ。そう、というわけでやっていこう。じゃあまず写真撮って、ちゃんと場所が分かりやすくね。はい、いいね。じゃあ投稿したいと思います。いくぞ。押します。レディーゴー。計測開始。11時13分に写真を投稿しました。はい、今13秒経過しました。誰も来ません。じゃあしばらく待ちますか。これでね、時間かかってるようですね。そうだ、ここで時間かかってたらどこも来ないだろ。そうそうそう、まあ、やっぱ5分以内には来てほしいよ ね。そうそうそう、ここ新宿だからね。あ、怖い。集まれ。あ、来た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 。次はもう決めてるんですよ。はい、光が丘公園に行きたいと思います。そんなとこ一回も行ったことねえよ。俺行ったことねえよ。練馬区とかそっちの方でしょ。ここから20キロ先っすね。結構かかる。今はまあすぐだったけど、ちょっと待つことになるかもね。いや、結構修羅の道待ってますよ。うわ、12時5分光が丘公園に来ました。イエーイ。本当に1時間かかった、ね、公園のパン屋さんというところの前にいます。こっちか。公園のパン屋さんの前にいると、今からつぶやきます。いきます。はい、ゴー。つぶやきました。うい。しばらく待ちますか。飯食うの。飯。ベンチでドーナツとチュロスを食べて待ちたいと思います。いや、のどかっすね、なんか、いいとこですよ。今何分？18分です。40秒です。なるほどね。そろそろ来てほしいけど、まだ来ないっすかね。まあ、もうちょっと待ちたいと思います。おお、待って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 。おお、来たじゃん。お、汗がすごいね。来たじゃん。だら、お、だらだらじゃねえか。お疲れ。ええ、お疲れ。え、お疲れ。20分17秒ぐらいですね。20分17秒。おい、3人来たじゃん。え、ツイッターを見てきた。はい、次の目的地に行きましょうかね。はい、大宮方面に向かっております。まだ入ったぞ。和光市だ、和光市。さあ、東京抜け出したよ。どんどん片足以上田舎に突っ込んでいきます。和木と田舎に来ました。えい。今ブックオフプラス17号、北浦和店に俺らが大好きなやつ待ちたいと思います。せーの、ういういスタート。スタート。ういスタートしました。これどんぐらいで来るのか。じゃあちょっと買い物をしていきます。そうだね。せっかく場所借りてるんでね。20分ぐらい来ないんじゃねえのか。なんか20分は来ないでしょう。さあ、そろそろね、忍耐との戦いになってくると思うんでね。うい、暑かったんでちょっと日傘を買いました。いないっすね。二人は買い物に行ってます。さすがに外に誰かいないとあれだと思うんでね、ここで誰か一人は待とうっていう感じです。
まあさすがにね、こう北与の北与の北浦和は俺も人生で、え、待って待って待って、え、待って待って、お疲れ様です。マジで早くない？タクシーで来ました、北浦和駅。え、マジで近くの人、近くで、うん、大宮行きの電車ちょうど乗ってて、ね、来たよ。お疲れ様です。え、ちょっと待って、今何分？現時点で、うん、10分34秒、早っ。大宮の電車乗って、うん、で北浦和で着いた瞬間にツイートされて、なるほどね。走ってる、あれ走ってる、走ってる、俺あいつは知ってんな。ちょっと買い物行こうよ。じゃあ、お二人置いてよ。北浦和を出発しまして、上熊谷というところに向かっております。結構絵に描いたような田舎だったので、さすがになかなか来れないとは思うんだけど、うん、北浦和から上熊谷までは、まあ、40キロくらいですね。そう。運転を頑張りたいと思います。やばい。うわ、はい、広瀬野鳥の森駅、すごいとこに来てしまいました。もうついにほぼ無人みたいな駅にいます。線路1本しかないもん。本当だ、はい、じゃあ写真を投稿しますか。これちょっと予想外だろうな。でも喉が渇いたんですけど、自動販売機はありません。はい、つぶやきたいと思います。はい、準備 OK です。いきます。GO。GO。30分くらいかかる。もっとかかるか。一番安いお金で入るのかな。まず壊れる。出られるのかな、これ。え、入ってみたい。え、座れるからいいね。まあね。でもそこにだって、待ち合い室みたいなのもあるし。今何分経ちました？今35分48秒経ちました。35分経った。来ないっす、来ないっすね。希望があるとしたら次28分、はい、28分にあと4分ぐらい、まあちょうど40分ぐらいだから来るんじゃないかという希望はありますよね。そう、あっちからだよね。早く、これ暑い、待ってみたいと思います。来た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 。ちなみに今3本くらい通ったよね。通った。そうっすね。けど乗ってる人は残念ながらいなくない。来た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 。4時32分さあ、さあさあさあ、お願いします。何分経った？今44分20秒です、はい、来い。今度こそ頼むよ。うわ、いや、大丈夫かこれ。大丈夫か、大丈夫か。1時間4分26秒です。1時間以内に来る説がちょっと破綻してますけど、すでに来た。まあ続けていきましょう。キャノン、カモンカモンキャノン、絶対いねえじゃん、こんなの。うわ、おいおいおい。はい、次に行きたい。あー、日焼け止めって効果あんのかね。塗らないよりは。うん、あれ、来てない。来た、頼むよ。来た来た、頼むよ、頼むよ、マジでマジで頼むよ。何分何分経った？もう1時間10分もかかる。もうちょっと暗くなってきてるもんな。そう、早く次行きたいんですけど。そう、おお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 、辛かったよ、辛かったよ。え、どこ住みなの？東京です。あ、東京なのね。遊んで出て
ツイッター見て乗ってきたってこと？いけるかなと思って来てくれたの？めちゃめちゃいるじゃん。めちゃんこいるやん。やばやば、怖っ。まあ一旦みんな座ったら飲み物でも買ってさ、ゆっくりして。5時になっちゃった。まだご飯ね、食べてないんでね。何も食ってないよ。まあまあちょっと食べたけど。熊谷140号バイパス店でご飯を食べたいと思います。山田うどんです。まあ別に来なくてもいいんでね、うん、一応書いとくだけ書いときましょう。書くの大事。そうだってね、遠征のさ、よく言うもんね、爽やかみたいなもんだよね。そうイエーイつって、はい、つぶやきました一応、はい、山田うどんです。危ない危ない危ねえ。死んだところだ。大事。何も食ってない。うわー食われた。俺のじゃねえか。全然気づかなかった。俺のじゃねえか。もう本当に来やがった。本当に来てんじゃん。本当に来たぞこいつら。どこでも来るじゃん。どこでもいいんじゃねえか。タクシーできたの。なんと外に出たらいっぱいいました。何人かいました。ここで働いてたんでしょ。すごっ。近くでツイートを見てわっと思って来たってこと。はい、そうです。いやありがとう。どこでも来るんだな。どこでも来ます。緊急企画です。バンギャの車の中。おーチェックしてみた。いいっすね。熊谷編。これでしょ。ココアかわいいね。かわいい。あ、綺麗に、結構綺麗にしてるんですかね。これ見てあげて。やだ、つまんない。めっちゃ綺麗よ。本当だ、めっちゃ綺麗。なこれ誰ですかこれは。歌い手の。え、何？歌い手のグッズ。これ。マフマフ？はい。あ、そうなんだ。あ、今日聞いてきたよ俺。へえ。うん。輪廻転生とかさ。だって俺歌ってみてあげてたでしょ。はい。そう。だから好きなの。あ、そうなんだ。もう入った入った入ったぞ。じゃあ次のとこまで俺ここに。よし。よし。行きたいっすね。よし。強盗だ。よし。強盗です。強盗です。出せ出せ出せ。鍵がない。鍵がないです。鍵がないです。熱い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 。フランク見てみましょう。あ、フランク。フランク何もない。何もないですよ。そんなことある？俺傘だらけなんだけど。え、俺もなってたわそれ。な、何これ？深谷ネギのキャラクターらしい。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうね。ありがとう。山田うどんを食べ終わりました。美味しかったです。そうそう、元気です。元気になったぞ。そう、一瞬ちょっとね、眠くなったけど。やばかった、やばかったけど、田うどん食ったら復活しましたね。はい。いや。そして、はい。今3台の車に尾行されてます。いや、怖えよ普通に。怖えって。ぴったりよ。ま4台で。しかも後ろの車はね。俺らがどこに行くか知らないからね。にもかかわらずどこまでもついてくる気でいるっていう。だから俺がこううまくね、こうスルスルっと行かない限りは、まあ、一緒ついてくる。そうです。今から高崎に向かいたいと思います。ついについに我が地元群馬県に足を踏み入れる時が来た。46キロあるんでね、ちょっと運転頑張っていきたいと思います。いはい、高崎に来ました。群馬県です。ついに2人を連れて俺の地元に来てしまいました。今から路上ライブをします。イエーイ。なんかやっていいということを書いてあるんで、ほら誰でも自由にこの場所で音楽を書いてあるんで。いい街だ。音楽の街高崎ですかここは。はい、今誰もいないんですけど、まあその近くで、まあ、路上ライブなんでね、そんなもんなんですね、うん。じゃあつぶやきたいと思います。じゃあストップウォッチもスタートいたします。 GO GO。
ありがとうございました。ありがとうございました。というわけでね、こんなに集まってもらってるわけだけど、はい、次の地で最後です。もうどこに行くか分かってますよね。分かってる人いるでしょ、これ。分かってますよね。こんぐらいクレイジーなのが 0.1g の誤差だと思ってるんですけど、帰られる方は帰って大丈夫です。まあ、終電とかも多分ね、そろそろしたら結構ガチで帰れなくなります。判断は各々に任せますということで、うん、任せます。ういうい、ついに来ました。来ましたね、最後の地です。来、はい、ました。はい、なんとここは私が生まれ育った群馬県沼田市です。旗にも書いてあるよ、ほら、真田の里、上州沼田、天空の城下町よ。天空の城下町、そう、かっこいいね。かっこいいでしょ、天空の城下町。1時間に1本しか電車ないですからね。じゃあ写真を。これだ、これいいじゃん。高崎にさっき来た人に言ったんですよ、もう、はい、沼田行く、この後沼田に行くけど来たら帰れなくなるよって。そう、だから本当に自己責任で来たいっていう意思のある人は来てくださいと言ったんで、はい、うん、まあ、何人来るかって感じですもん、ここからは。そうですね、はい、俺の地元たくさんの人に見てほしいですけど。はい、では、はい、投稿しました。はい、待ちます。もう電車来るよ。はいはい、はいはい、9時18分、これ最終便、最終便です。さあ、そう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 、さあ、え、うわぁ、ようこそ俺の街へ。俺の街へようこそ。おかえり、こっちへ、こっちへ、はい、おかえり、ようこそ。終電がありません。え、終電ありません。ありません、帰れません。え、31分の電車乗ったら、でも地元までは帰れない。地元までは帰れない。この子たちはもう帰れません、今日は。ありがとう、来てくれて。そして、はい、車の人たちもいるんですよ。そうなんですよ。なんと、まあ、なんと。ちょっと一旦じゃあ、みんな集合しようか。はい。30人くらいですか ね。お前ら本当にバカだな。すごー、2人くらいだと思ったんだよね。いや、本当にいいとこ2人3人だと思ったら。そうで、あと地元のね、地元の子誰だ。あ、そうだ、地元、近くに住んでて駆けつけてきたっていう方とかも、ね、そうね。というわけで、今から会いに来てて、どんな田舎でもバンドマンが言ったら、うん、バンギャは1時間以内にはだいたい来てくれるっていうことが、うん、しかもこんなにたくさんな回でした、うん、はい、はい、楽しかったです。ありがとう、はい、夏の思い出になった。はい、よかった。いいのか、最終地点こんなとこで。本当に楽しかったのかな。いや、俺は楽しかったです。俺も楽しかった。もう、はい、これファン旅行みたいなもんですから。そう。俺今日のこれなかったら多分相当帰ってこなかったと思う。一旦、はい、ありがとうございました。うい、警察の人もちょっと心配そうに見てますね。なんだこれ。